ジョン・ドライデン、ジョン・ドライデンは、イングランドの詩人、文芸評論家、劇作家。王政復古時代のイングランド文学を支配し、その時代が、ドライデンの時代として知られるほど影響力の大きい人物であった。ノーサンプトンシャー州、オーンドル近郊のオールドウィンクル村の、祖父が、書生司祭を務めていた、牧師館で生まれた。ピューリタン運動と議会を支援するジェントリであった。 エラズマス・とメアリーのドライデン夫妻の間に生まれた14人兄弟の長男であった。少年時代を近くのティッチマーシュ村で過ごし、この地で初等教育も受けたようである。1644年に王室奨学金学生としてウェストミンスター校に入学した。当時の校長はカリスマ派の教師で非常に厳格な人物でもあったリチャード・バスビー博士であった。 エリザベス一世によって再建されて間もない当時のウェストミンスター校は王室主義やイングランド教会主義を奨励する様々な宗教的、政治的精神を内包していたがドライデンと同時代のジョンロックの穏やかな影響はまだ取り込まれていなかった。このことに対するドライデンの反応として明らかに校長を尊敬しており、後に二人の息子をウェストミンスター校に入学させている。 人文学系のグラマースクールであったウェストミンスター校は学生に修辞学と主張の発表についての訓練を行うカリキュラムを持っていた。この技術がドライデンの身につき、後の著作や考え方に影響を及ぼした。ウェストミンスターのカリキュラムには週ごとの翻訳の課題もあり、これがドライデンの飲み込みの良さを作り出した。ウェストミンスターで過ごした時期は、 ドライデンに何も起きなかったというわけではなく、歌が初めて出版されている。その詩は、学友が天然痘で亡くなったことに対する応答員的な雰囲気が感じられるエレジーであり、1649年1月30日に行われたチャールズ一世の処刑についてもほのめかされている。1650年にドライデンはケンブリッジ大学トリニティカレッジに進学し、そこで、 子供時代の宗教的、政治的精神への回帰を経験したようである。トリニティカレッジの校長は、ピューリタンの牧師である、トマスヒルという人物で、ドライデンの故郷の村の教区司祭でもあった。ドライデンの学生時代には、特徴的な情報は、わずかしかないが、古典学、修辞学、数学の普通課程を学んだようである。1654年に彼は、BA 学医師を受け、 主席で卒業した。その年の6月に父が亡くなり、いくたりかの土地が残された。多少の収入源にはなったが、居住するには不十分なものであった。五国共生さなかのロンドンに移り、クロムウェルの国務大臣であったジョン・サーローの同僚となった。この役職はドライゲンの代理として、彼のいとこのジェンバ連行。 ギルバート・ピッカリング卿が行使した影響の結果であるとされる。1658年11月23日に行われたクロムウェルの葬儀に出席し、ピューリタンの詩人であるジョン・ミルトンやアンドリュー・マーベルらと共に参列した。その後まもなく最初の詩作英雄的スタンザを発表した。これはクロムウェルの詩に対する衝突文で、その感情的表現が慎重になされている。 1660年にドライデンは王政復古とチャールズ2世の帰還を本式の王党派の聖徳文であるアストラヤ・リィダックスで祝福した。この詩において空域帰還は乱世として描写され、チャールズ2世は平和と秩序を復活させた人物として見られている。王政復古の後、すぐに当時としては一流の詩人、文芸評論家となり、 中誠を誓う相手を新たな政府へと変えた。アストラやリダックスに加えて、神聖なる陛下へ、その即位に対する、聖徳文通ヒズセイクリッドマジェスティ A、パネジリック、オンヒズコロネーションと、我が大法官へ、ツーマイロードチャンセラーの二つの聖徳文で、新しい政権を歓迎した。これらの死は、宮廷が、講演者になってくれる、可能性に期待していたことを暗示しているが、 その代わりに、貴族政治のためでなく、出版業者、そして究極的には読者である公衆のための文筆業で生計を立てるようになった。これらの作品や彼のその他の悲劇的な詩は特別な作品で公的なイベントを祝う際のものである。これらの詩は、個人のためよりもむしろ国のために書かれており、また、警官詩人は毎年このような詩を相当数書くことを、 強いられている。1662年11月に王立協会への参加を申し込み、初期のフェローに選ばれた。しかし、教会の活動の中では不活発であり、1666年に回避不払いのために除名されている。1663年12月1日に王党派のロバート・ハワード卿の姉妹である、レディ・エリザベスと結婚した。 ドライデンの作品は時折結婚状態に反発する感情の紛失を含むが一方で結婚に対する祝福もまた同じように含んでいるこのように彼の結婚の内面についてはほとんど知られていないしかしレディエリザベスはドライデンとの間に三人の息子を設け彼よりも長生きしたのであるピューリタンによる禁制が溶けて劇場が再開されたことで 劇の制作で忙しい生活を送るようになった。1663年に上演された最初の劇、野生の色男ザワイルドギャランとは成功とは言えない。結果に終わったが、さらなる成功を収めるべき人物であり、1668年からは出資していた王立組合と年に3作の劇を制作する契約を結んだ。 1660年代から1670年代にかけて劇場用作品の執筆が彼の主な収入源であった。王政復古時代の喜劇の先導者で最もよく知られた作品として、東西風の結婚マリッジエーラモードがある。また、英雄的悲劇や定型の悲劇も同様に先導しており、この分野での最大の成功作はすべて恋ゆえにオールフォーラブである。 ドライデンは決して自分の劇場用作品に満足することはなく、しばしば自分の才能がくだらない監修のために浪費されているとほのめかしている。そのため、彼は劇場外で死によって、なおなそうと努力した。1667年、劇作家としての仕事が始まったのと、同時期に1667年に発表した女児詩「脅威の年で優れた詩人として、 名声を高め警官詩人と王室歴史家を獲得する。1665年ペスト大流行のため劇場が閉鎖されるとドライデンはウィルトシャーに避難し、この地で彼が書いたオブドラマトクポエシエは彼の非体系的な序文、詩の中でおそらく最高のものであろうとされる。ドライデンは常に自分の文学的手腕を守り続けており、 批評的作品の中でも最長の作品であるオブドラマトク・ポエシエは4人の人物、それぞれが彼と同時代の優れた人物を元にしており、自身はネアンダーとして登場するが、古典、フランスイギリス劇の長所について議論するという対話の形式をとっている。彼の批評的作品の大部分は彼が議論することを望んでいた問題を提起し、 自身のアイデアについて強い意見を持ち、独立した精神を持った作家の作品というものを見せてくれる。詩人と伝統や創造的過程との関係について強い考えがあり、英雄劇の中でも最高の作品とされるアウラングゼーブは真面目な劇人を用いることを断劾するプロローグを持つ。アウラングゼーブのすぐ後に制作した劇である、すべて恋ゆえに、 無因子が用いられている。最大の功績は、風刺史の分野にあった、景観詩人であった、時期のより個人的な作品である英雄を茶化した作品、マクフレクノーマクフレクノは、写本の形で広まった、風刺史で劇作家、トマス・シャドウ・エルを攻撃する作品であった。これは、風刺作品にありがちな人を見下すような形式では、なく、むしろ彼の作品を、 よ期せぬことであったが、国慶さを死へと変える手段として、偉大なものとしたのである。この風刺師の流れは、アブサロムとアキトフェル、アブサロムアキターフェルや、メダルザメダルへと続いた。この時期の彼の作品で他に、有名なものとしては、英国国教会の一員であるという立場から書かれた、宗教史、平身との宗教リリージョレーシーがある。また彼は、 フルタークエ雄ユーパラレルライブズの1683年の編集によってイギリスの読者たちに電気という言葉を紹介し、またメジカとヒョウザ・ハインド,アンドザ・パンサーで別れ自身のローマ・カトリックへのキレを祝福している。1688年にジェームズ・王が退位するとドライデンの政治、宗教的精神は宮廷で認められなくなっていった。 トマス・シャドー・エルが警官詩人の座を彼から引き継ぎ、個人の役目と自分の執筆による収入で生活することを放棄、せざるを得なくなった。ホラティウス、ユーエナリス、オイディウス、ルクレティウス、テオクリトスらの作品を翻訳したが、これは劇場用作品の執筆と比べると満足にはほど遠い仕事であると彼は感じていた。1694年に彼は、 翻訳家としては、最も大掛かりで明確な作品である、ウェルギリウス作品集ザー,アークス・オブ・バージルの制作を始めた。ウェルギリウスの作品の翻訳が出版されることは、国家的な出来事で、ドライデンには、合計1400ポンドが渡された。彼の最後の翻訳作品は、書物、古代、近代グーワ・フェーブルズ・エンシェント・アンド・モダン内に、見受けられる。この本は、 コメロス、オイディウス、ボッカッチョといった人物のエピソードやドライデン自身の詩が散りばめられたジェフリー・チョーサー作品の近代的本案などの作品集である。この偶話の序文は批評作品として有名なものであり、英文で書かれた最も素晴らしいエッセイであるとみなされている。批評家及び翻訳家として彼は古言語で書かれた文学作品を 英語圏の読者が読めるようにする上で欠かせない人物であった。1700年に成居、ウェストミンスター寺院に埋葬された。詩人としての影響は、生前には、計り知れないほど大きく、彼の死により、イギリス文学界が受けた損失は、その影響を受けたエレジーからも、明白に見て取れる。18世紀には、彼の死は、アレキサンダー・ポープや、サミュエル・ジョンソンといった詩人たちに、 モデルとして用いられた。19世紀になると彼の評判は衰え、今なお専門家の管の外から完全に元の位置に戻されてはいない。彼の最大の擁護者の一人である T.S. エリオットはドライデンが18世紀の最も素晴らしい歌のほぼ全ての素であり、我々はドライデンを完全に楽しむことなくしては数百年の歴史を持つイギリスの死を完全に楽しむ。 あるいは正しく評価することはできないと書いている。ジョン・ドライデン・ブリティッシュ・オーサー・エンサイクロペディア・ブリタニカ、ハット・ホープキンス、デビット、ジョン・ドライデン、エド・バイ・イザベル・アームストロング、22、ジョン・ドライデン・ザ・メジャーワークス、エド・バイ・キース・ウォーカー、9、X ・ハット・イビット、X ・ハット・エイブラムス、MH、スティーブン・グリーン・ブラッド・エズ、ジョン・ドライデン・イン・ザ・ノートン・アンソロジー、 オブイングリッシュリテラチュア、セブンスエイド、2071, ドライデンジョン、レコードザ・ロイヤルソサエティ、2011年12月24日閲覧。エリオット T.S., ジョン・ドライデンインセレクテッドエッセイズ、308, ジョン・ドライデン・ザ・メジャーワークス、エド・バイ・キース・ウォーカー、14, ハット・ジョン・ドライデン・ザ・メジャーワークス、37、ハット・エリオット、 T.S. ジョン・ドライデン、三百305から6ありがとうございます。